はい、皆さんこんにちは。今日はタイトルにもあるようにファッションレビューをやっていこうと思います。では早速こっちにあるクローゼットを見ていきましょう。タラーン、こんな感じです。ちょっとね、まだ片付いてないんですけど、もうこのアメリカについてはね、もうたくさんのものを買いましたよ、本当に。まあ、この辺に見えるのが、オスラーグッズです。はい。まあ、ただいま僕が着ているトレーラーもオスラーです。下に行くと、靴コレクション。だいぶ暗くて見えないんで、後で出します。そして僕最近ね、チェストバッグとか、ポーチ系にハマっていて、すべて新しいです。ちょっとこの辺も紹介していきます。バッグとか。そして、トレーナーとか、ジャケット類、すべてここにあります。チャラーン、はい、出来上がりました。いや、大変だ。はい、こんな感じです。これが全てでは正直ありません。はい、まだスーツケースとか車にもあるので、もうそれは持ってきてないですけど、まあ、ざっくりちょっと紹介したいものとしては、今ここにあるものです。で、かれこれこのアメリカについて本当にね、もう40万ぐらい服に服、靴、アクセサリー、もろもろ、つぎ込みました、お金を。気づいたらお金ってなくなりますね。怖い。いろんな旅の中でも今回一番買ったんじゃないかな。持って帰れるかなっていうのが一番心配。一応ね、日本に帰国はするので、これは一部ですよ、本当に。これを日本に持って帰れるかって全然ね、そこをね、あえて考えずに来たけど、そろそろやばいなと。Anyways、はい。というわけで、こんな感じです。買ったものもあれば、日本から持ってきたものもあります。ちょっと面白いものとかもあるんで、まあ、軽くサクッと説明していきましょう。カバン紹介する前に一番入れてるのは、僕が履いてるこのね、よし、スリッパ。アイビススタイルズホテル。いいね、履き心地最高っすよ。これ、本当にこれ、秘密にしていたことがあります、僕。秘密にすることでも全くないんですけど、ここね、僕の中で超ブームなものが実はあるんです。こっから始めていこうかな、まず。ナイキに大ハマり。はい、人生で一番今、ナイキ大好きです。まあ、ナイキは昔からね、それは着ることありましたし、いっぱい持ってますよ、アイテムね。アメリカに来てこんなナイキにハマると思ってなかった。正直、40万ぐらい使った中の半分、20万ぐらいはもうナイキです。ナイキだけでそこまで使ったってすごいよね。ナイキは今までもう少しスポーティーなイメージがあって、あんまりね、ちょっとスポーティーすぎるのは僕個人的に好きじゃなくて、まあ、イケてるなと思うものはね、今まで、たくさん購入はしてきましたが、今回この旅というか、アメリカに置いてるコレクションがいいのか、アメリカにあるナイキショップほぼ全部行きましたから、僕。マジで。行ってるお店にももう10回ぐらい行ったりとかして、どんな日行くねんっていう。僕一回好きになっちゃったらとことん、まあ、トレーニングもダンスも何でもそう、今まで自分が好きになって決めたものはとことんやるって行きましたね、全部で。そんなこんなで結構最初の頃に買ったこのまずバッグ、これね、エアーマックスのバッグなんですけど、ナイキっぽくないでしょ、全然。これ肩掛けで超可愛いんです。まあ後で軽く見せますけど、これすごく可愛くて、なんかナイキっぽさがないのが逆にすごく好きで、あまりゴツゴツね、ロゴが入ってるとね、こういうカバンはあまりかっこよくなくて、これは全然まだ使ってないんですけど、これはもうめちゃくちゃヤバと思ってすぐ買いました。最近ちょっとね、新しいブランドでハマってるのがあって、それがナイス、これイギリスやったかな、はい、ロンドンのブランドだと思うんですけど、日本ではほぼ多分ね、知られてないと思います。多分ないんじゃないかな、僕初めて知ったんですけど。お手頃です、値段は超お手頃で、かっこいい。ここね、ハマりました。まあ、このアメリカでもアイテムを見つけるのって結構大変ですけど、まあ、最初に言ったチェストバッグにハマってるっていうのはまさしくこれなんですけど、これこの辺、名の通り胸に持ってくるバッグです。はい、こんな感じで、まあ、パープルはなかなかね、服の色に合わせるのはちょっと難しいんですけど、黒とかめっちゃかっこいいですよ。まあ、こんな感じで靴は紹介するんだ後で、全くちょっと素材の違うカーキーな感じのチェストバッグも、はい。あ、ちなみにこれはプリティボーイズっていうタイかな、タイのブランドだったと思う、確か。これは日本で買いました。これは結構いけてるでしょ、これやばいでしょ。ね、ざっくり説明はね、後でまたしますけど、これはもう日本で買いました。フーズフーで買ったチェストバッグではないです。これはベストみたいになってて、横にポッケがついてて、まあ僕のビデオを見てくれてる人は僕が着てる姿を見てると思います。これのカーキーと黒、あ、ちなみにこれは違いますよ、別のやつ。これはチェストバッグとこれ別荘の間ぐらいのベストです。まずこれ、今先ほど説明したこのベストのようなチェストバッグにもなるやつ、このね、ベストはビバリーヒルズのお店で買いました。これはね、見つけた時に僕こういうの好きやから飛びついてね、見たら、まあ、2色色があって、黒とカーキがありまして、でまあやっぱり合わせやすいっていうこともあって黒にしました。
で、面白いのが、まあ、こんな感じで下ろすとベストになって、ジッパーを閉めるとこんな感じ。ちょっとね、サイバー系ですよね。ただ、完全サイバー向けではなくて、これはまあファッション向けという形で作られているものです。で、ここに携帯、おしゃれだけじゃなくて、あのね、使い勝手本当にめちゃくちゃいいです。 iPhone ね、大きいやつとかも入ります余裕で。そしてここのポッケには全然普通に、まあ、これぐらいの財布、だいたい海外来るときはデカ財布は持ってきません。使いづらいし怖いんで、海外ではなるべくちっちゃく済ませます。こんな感じでここにもいっぱい入ります。で、閉めてもよし、開けててもよし。で、これもう一つ面白いのが、これね、逆にもつけれるんですよ。今先ほど前にしたものをこっちに持ってくると、カバン風にちっちゃいカバンみたいな、そして開けるとこんな感じです。僕はいつもね、結構着てるからよく似てる方も多いかと思いますが、これはね、正直着やすいです。はい、ある程度の服にも合わせれるし、これの、まあ、カーキもあると。はい、大体気に入っちゃうと両方買います。まあ、これは値段的にもね、そんなに高くなかったので、まあ、ちなみにですが、このベストは5、6万しました。はい、結構高かった。はい、プリティボーイズ、はい、これね、めちゃくちゃ面白いブランドで、まさかのタイやったと思うけど、タイでこれを作ってるってことに衝撃的。服合わせないと、フード系が一番似合うんですけど、これこんな感じ。こういった服とかこういったアイテムを理解できる人は、多分普通の人は理解できないと思いますけど、まあ、これもチェスト、裏にもジッパーがついてて物が入って2箇所こっち入ると、こんな感じで。これ面白いのが、これね、ちょっと短いから僕は自分でアレンジしてこの色でちょっとね付け足したんですけど、こんな感じでやる、もしくはこういう感じの、すごくない？これショルダーバッグみたいになるんです。これで色変えてるからちょっとねいいかなと思って、ワンポイントに。面白いでしょこれこれまだ買ってから1回も使ってないんで、タグついたままなんですけど、チェストバッグ見たことある人いてるんじゃないかな。知らない人は多分全く知らないと思うんですけど、こういうのがあって、まあ、いいか悪いかの判断はしないでください。これまだ服に合わせてないんで、はい、まあ、こんな感じでつけれます。まあ、海外では結構使われてるファッションアイテムで、日本ではあまり知られてないから、逆に初めて見ると何これって思うと思うんですけど、僕はかなりイケてるなと。実際チェストバッグはめっちゃ便利です。こんな感じで、ここにね、正直バッグがあるとすごい安心感があると、特に海外では物が取りやすい、ここにあるから普通のポッケよりもここの方がいいです。なんか支払いするときとか、まあまあ入るんで、大きさもあって、このチェストバッグは結構ね、今お気に入りです。これのパープルと、はい、まあ、さっきのね、ナイス、まあ、普通のカバンですけど、可愛いと思って。これ素材が良くて、帽子みたいな素材で、タラン、はい。で、今見せてるものって結構派手にも見せれるし、シックな感じではあんまりない。ちょっと綺麗めの感じで行くときには、先ほど見せたこれがナイキとは思わないでしょ、知らないでしょ。こんな感じ、シートベルトの素材と同じものが使われているので、かなりしっかりしています。そしてこの服は、まあ、これはもう結構昔に買いました、ね、4年ぐらい前かな、はい、これは Y3 のジャケットです。ちょっと体がごつくなってから正直ちょっとパツパツ感があるんで、今このトレーナーから着るとかなりパツパツなんですけど、メトロンブログの昔のね、ブログ動画とか、こうね、シンガポール行ったりとかしてる動画見てもらってる人はこれ着てるの見たことあると思いますが、これ、ね、トレーナー抜いたらまあいい感じぐらいです。まあ、ちょっとね、クラシーな、場所に行くときに着れるように買ったんですけど、まだそんなとこ行ってないんで、持ってきた割に1回もまだ着てないっていう。で、これちなみに下もあって、下も買いました。こんな感じの、ちょっと今下なくてスーツケースに入れてるんでごめんなさい、はい、襟をこう下ろしてるとわりかし清楚な感じなんですけど、襟を上げると一瞬でハードコアになるっていう。これも服合わせないんで、これだけ着るとちょっとだけね変に見えるかもしれないですけど、ジャッジしないでくださいねこれね、一個一個着て説明してると2時間、3時間ぐらいの動画になりそうなんで、
ちょっとサクッとね、説明していきますよ。あのね、これね、実はナイキなんです。これ結構気になってる人多いと思います。僕が着ててね、これ教えてほしいっていうコメントもよくあったので、気に入っちゃって、早速ね、2個買いました。体の大きさ関係なく、まあ、体大きいけど、体の大きさ関係なく、オーバーサイズが昔から好きなんで、あのね、だいたい XL、2XL ぐらいを買うんですけど、これは XL かな。うん。日本だとね、サイズがすごく少なくて、欲しいデザインでもサイズがなくて買えないことが多いんで、もうわざわざね、このアメリカで買ってます。はい。もう見つけた時点でバーっと行きますと、僕が今日着ているトレーナー、そしてビーニーもオスラーです。オスラーというとスクリューレックスが立ち上げた、会社でレコード会社になるのかな。でそこ の, あの彼が手掛けているあのグッズです。はい。まあ、トレーナーとかね、パーカーとか、このロゴは結構ね、あのシンボル的な感じで見たことある人も多いと思いますが、まあ、これのジャケット、そしてフーディーで、ついこの間も新しいラインが出たということで買いに来ました。あの前回のエピソード見てくれた人は、僕はあのオスラーグッズに買い物に行った姿あの見てると思いますが、買ったのはこれと今着てる服、そしてキャップ。これはね、200ドル以上買ったら何かアイテムもらえるということで、僕はこれキャップもらいました。車にもまだキャップが入ってます。でこのジャケット、ちょっと靴をつけて、これ超レアなんですよ。シャキーン。はい。このね、あの今着てるジャケットもあのオスラーです。これは僕のあの兄貴 B、 メトロブログ、このアメリカの旅でちょいちょい出てきてる彼なんですけども、彼がスクリューレックスのミュージックビデオに出た時にこのジャケットをもらったそうです。ただサイズがでかかったから、あの僕にくれました。はい。もう着ないからあげるっつって、先ほど紹介したオスラーの、あの服です。で今被ってるのがそのオスラーのキャップで、これ中に着てるこれは実は H&M の、はい、前に買ったやつです。シティネスト、もう一個のチャンネルがあるんですけど、まあ、そっちではファッションのこととか買い物のこととかも紹介してるので、よければそっち知らない人は見てほしいんですけど、そっちでよく着てたんじゃないかな。で足元はこれね、イージー、知ってる人は知ってると思いますけど、あの、まあ、結構レアな靴ですね。普通にはもう買えなくて、結構プレミアがついてちょっと高いんですけど、でそしてイージーの靴下、はい、これもアメリカでついこの間買いました。だイージーでここで合わせて、ちょっとナイキのパンツ履いてるんでちょっと喧嘩しそうですけど、アディダスとナイキで普段はね、あまりね、コンビネーションとしてはね、ナイキとアディダスはそこまで良くないですけど、パッと合わせた感じで服着てます。はい。この靴、これもアディダスです。はい。ファレルがね、デザインをしたあの靴です。クレイジーというやつです。シティネストでね、あのちょっと紹介してるんで、あの見たい方、あのぜひねそれ見てほしいんですけど、来ましたね、リーボック。あの知ってる方も多いかと思いますが、僕は個人的に、リーボックがスポンサーについておりました。はい。で、まあ基本的にね、やっぱ自分の好きなものはね、自分で買ってしまうんで、あのこの靴とかめっちゃ可愛くないですか。これほら、これは見たことがないと思ってフットロッカーに行ったら、たまたまこれがあって、あの即買いでした。はい。これもちなみにリーボックとの契約があのもう1年で終わったので、今はスポンサーについておりません。インスタグラムのあのプロフィールのところにまだスポンサード by リーボックって書いてる。消さなあかん。そしてね、あのちょっと出し忘れてましたが、ダラン、これも買いました。ずっと、ね、ダンスができる靴を探していて、でダンスをねする時の靴って結構難しくて、ソールが柔らかすぎたらダメだし、ソールが高すぎてもダメだし、で重たすぎたらもちろんアウトだし、結構ねいろいろ制限がね自分の中であって、なかなかね見つからなくて、これを見つけたんです。でこれはしかもセールで日本円でだいたい6000円ちょっとぐらいだったかな。値段もいいし、ピンクとかってあんまりね、普段ね、こんな感じのよりも買わないんですけど、まあ、一家面白いなと思って、これ買って、メルローズっていうね、あの、アメリカでも結構ファッションストリートのところがあるんですけど、そこに結構プレミアムのある靴とか、スニーカーショップがあるんですけど、そこでは135ドルで売られてるのがあって、日本円で言うと1万4000円ぐらい。だからね、僕相当得しましたよ。ダウンタウンのお店で買ったら60ドルのものが2件見つけて、1件が135ドル、2件目が145ドルだって、え、こんな高いのこの靴と思って。僕はね、得した気分になりました、これ買って。で靴はね、これとこれとこれ買って、さらにこっち、ダラン、
まあ、クズ好きは知ってると思いますが、はい、ズームフライです、はい、これはオフホワイトとナイキがコラボで作った靴です。あのね、作りめっちゃいいですよ。軽くてあのランニングもできちゃう、まあ、ランニングはこれにしたらもったいないんですけど、こんな感じでもう靴好きとかファッション好きな人はもう間違いなく反応すると思うんですけど、僕ねオフホワイト自体は別に興味あんまなくて、なんか人と被る感じがしてあんまり好きじゃなくて持ってないんですけど、オフホワイトも全然1個も持ってないけど、唯一 あのまあコラボというナイキだけど、そういうちょっとこうストリートファッション、ストリートウェアでイケてるところとのコラボっていうことで、これは僕かっこいいと思って、センスがすごいいいなと思ってこれ買いました。プレミアがついてるので高かったですけど、まあリトル東京のお店、これもねショップ行ったんですよ。あんな感じでテンションめちゃくちゃ上がったね。これはやばい。これ売ってないからね、本当に高かったですよ。確かにこれはいくらしたかな、4万5万ぐらいしたかな。で靴だけはねオンラインでね探せばちょっとでも安いのを買える可能性はあるんですけど、履かずに買うと大体履けない靴が出てくるっていうところで、まあ大体一回ちゃんと、ね、試着して履いてみた感じでやっぱり買います。はい、そこはもうコレクションだけでね買うのはもったいないんで、あくまでも履ける靴で、服は選んでます。靴も。そしてこちら側に行きますと、僕のちょっとしたねアクセサリーとか、あ、ないと思ったズボンここに置いてあった。これ Y3 のズボンです。はい。で、サングラスがあったりとかして、これアンブッシュね。アンブッシュ奥にもあるんですけど、で、これ僕があの、デザイナーとしてやっている、オーズセレクションのアクセサリーです。今僕がつけてる、これもオーズセレクションです。で、オーズセレクションね、ちょっと、コレクションがあるんで出しましょう。僕はあの、服もすごく好きなんですけど、アクセサリーもめちゃめちゃ好きで、まあ、気づけば自分のアクセサリーブランドを立ち上げていたっていうところで、このオーズセレクションっていうのが僕のブランドです。ちょっとね、ここはあの、まだ、未発売のものが出てるので、ちょっとモザイク入れますけど、ここに入ってるものすごく少ないんですけど、もうついこの間、あの新しく発表した、アクセサリー、ブレスレットとネックレスです。はい。スニーキーボーイズという新しいラインが出ました。それまではずっとね、ヒューマンエラーというものがあったんですけど、新しいラインでスニーキーボーイズ。これがね、新しいんですよ。という形で、今回はファッションに関することのレビューを作ってみました。まあ、以前にも、ファッションレビューはやっています。それらの動画見てない人はぜひ見てほしいのですが、で、このチャンネルやってると結構、あの服はどこのブランドですかとか、服に関すること、アクセサリー、その他小物類、靴のことめちゃくちゃ聞かれるんで、今回は、それだけにフォーカスを当てて出しました。オーズセレクションのサイトがあるので、アクセサリー気になる方は概要欄から飛べるので良ければ見てください。このチャンネルではトレーニングのことが結構今は多いですが、まあ、基本的にはブログというところ、まあ、メトロブログという名前がついている通り、まあ、僕の好きなことを映し出していきます。で、僕の好きなことの一つにファッションが絶対的にあります。これはもう昔から好きで、本当に特にあのプレーンな格好というよりも特徴的なちょっとユニークなダークな感じの服が好きなので、結構ね、まあ、今日見せたような感じのものが多いです。でダークだけどなんか一つポイントに色が入ってるとか、この着方とかそういったことはね結構難しいんですが、まあ、そういったことは先ほど言った動画で見せてるので、よければ見てください。まあ、何よりも最近本当にハマってるのはナイキ。これ見てる人でナイキ働いてる人いたら、ぜひおすすめしてください。スポンサーにナイキ欲しい。特に遊び心が好きで、ベースはやっぱりスポーツブランドっていうところにあるけど、ストリートブランドとコラボしたいとかっていう、この挑戦みたいなのが僕はすごく好きで、例えばリーボクがアンブッシュとコラボした靴があったりとか、どこどこのブランドとどこどこのブランドがちょっとコラボしたというか、そういうの僕大好きで、そこで一気にこう見方が変わるというか、その柔軟性だったり新しい世界に入り込もうとするね、その感じがすごく好きで、もうそういうのもあってナイキがどん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 ね、スタイルもかっこよくなってる気がして、僕の今の好きなスタイルに合わせやすくて、結構ナイキをね本当にいっぱい買いましたね。まあファッション、音楽、筋トレ、ダンス、アクロバット、すべてのことを総合的にやるのがこのチャンネルです。はい。なので、これからはね、そういった分野にも、もうちょっと入り込もうと思ってますし、音楽制作もやっていこうと思っているので、そういった活動にも期待しておいてください。はい。いけすぎでしょ、この靴。ではまた次のエピソードで会いましょう。さよなら。